今度はこのね、波乱を抜いて、このアレカヤシ、アレカヤシを波乱の代わりに入れてデザインをしてみましょう。まず波乱をね、抜きましょう。今ね、赤バラだけの状態になってますね。はい、このアレカヤシもこのまんまね、ズボッと入れちゃう人が多いんですけれども、これもね、もちろんこう葉っぱの処理をしてアレカヤシっぽく見せないというか、まあアレカヤシはアレカヤシなんですけど、少しこう葉っぱを間引いていきますね。まあ、見せ方として葉っぱ全部半分間引く方法もあるんですけれども、ところどころ間引くという方法もあります。今回はね、ちょっとその半分ずつを取り入れて感じにしてみましょうか。アルカヤシ、まあ、手でも簡単にこのように葉っぱ取れますので、ただこの先っぽの方をね、取るときはね、すぐ折れてしまうのでハサミを使いましょう。真ん中の間も少し抜いていきます。はい、そしたらこのアレカヤシを少しね、こう手で巻いてあげたりして、癖を、ところどころに癖をつけていきます。そしたらまた少しこう形を作っていきます。まあ、形を作って間引いていきますね。そしたらまたこう手で巻いて形を作っていきます。で、全体的にこう葉っぱをね、溜める作業、曲げる作業ですね、要するにこうやってね、押していきましょう。そしてこのね、刃先、こう変化をつけるためにちょっとこれ刃先を前に持っていきます。で、その時にこう U ピンをね、ワイヤーの U ピンを作っておいて、でこの U ピンでこの中のフォームに軽く留めてあげるといいと思いますね。はい、このような状態になりました。ちょっと寄って見てみましょう。このような感じですね。同じアレカヤシをバサッと入れるんじゃなくて、少しこうね、変化をつけて入れてあげると、これ今ね、結構白いバッグの前で見てますけど、なんだろう、お家のテーブルの上とかにこういうちょっと形取った、刃物でと赤バラでアレンジしてあると、ものすごくかっこよく見えますので、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあ次はこのドラセナでいってみましょうか。このフラワー TV では何回もね、紹介してますが、このドラセナの場合はね、一本こう形が良さそうなものを先に選んで、それを取っとくんですね。例えば今回この曲がりとか面白いですよね。だからこの曲がりを取っておいて、他のドラスナの葉っぱをこう間引いていきます。どうしようかな、今回2枚取っておきましょうか。例えばこういうふうに、こういうふうにね、取っておきます。まあ後で切ることはできますからね。そしたらまずこいつをさばきます。さばくという形作ります。この下の部分のドラスナをこうやっぱり巻いていって形を作って、こういう状態にしますね。そして2つとも巻いちゃうと面白くないんで、今回は1個は巻かないでいきましょうか。
はい、ではドラセナね、このように、切り分けて一本取りましたね。そこから、まあ、赤バラも、一度抜いて最初からね分かりやすく説明していきます。まず、まあ、ドラセナ刺しちゃいましょうか。このようにね、ちょっと印象的な形ですよね。そしたら、次にこの赤バラを刺していきます。刺していきましょうか。で今回先に3本目も刺しちゃいましょうね。はい、そしたら先ほど切り分けたねアランの葉っぱを入れていきます。1枚はこのように、ホチキスでね留めましょう。はい、こちらで完成です。結構ねドラセナ1本でもすごいこう変化がつくのが分かりますか。ドラセナはねこのようにすごく使えるアイテムですので、ぜひね覚えておいてください。では次行きましょうか。はい、次って言ってましたけどちょっと動画が長くなってしまうので、これはねここまではパート1として区切らせていただきます。パート1ではね、割とこうバラを長めに使って、アマノとのアレンジを、皆さんに見ていただきましたが、今回はね、またも同じくバラ3本を使って、今度はうんとバラを短くして、アマノと合わせたスタイルを、展開していきたいと思います。ではですね、パート2もぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。そしてこのねフラワー TV では皆様のチャンネル登録をね募集しております。チャンネル登録は、まあ、PC でねご覧になっている方はこの画面のね中に最初からしつこいくらいチャンネル登録お願いしますって僕のお願いをね皆さん見ていただいてるとは思うんですが、そこをクリックしていただくとチャンネル登録をする画面にね、入ることができます。またスマートフォンの方はそういうものは出ませんので、下のリンクにチャンネル登録はこちらからお願いしますっていうところがありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。特にこう金額とかかかるわけではないので、ぜひ、こう動画のね、付きノートができますのでよろしくお願いいたします。ではまたパート2でお会いしましょう。See you next time!